字が黒くなる前の空、何やってもできない自分を理解している。実況中音のないワンルーム、強く握られたこの手も人のせいにして振りほどいてる。諦めることも慣れてきた次第に、横にいたはずの君もいない。そんな弱気なあなたは大嫌い。ラジオの音でかき消すため息。 But tell me what you want from me。 助け求めてもない返事、思い出すきつい時にこそ隔離に。いつも俺を変えるのは俺自身。進むことやめれば一人になる。間違いも正解も一歩一歩、君となら分かり合えるよきっと。これ以上は逃げれないと、時こそ強くなる。そんな最高な人生を愛してる。もう逃げも隠れもしないぜ。 Let's go now we will start and never give up。 うまくいかないことだらけでも、君がいれば We make our journey of life。 どこにだって行けるよ and me。 We make our journey of life。 オリラジアカデミー開講ですさあ、ということでこれで第3回目を迎えたオリラジアカデミーでございます。今回も新たな生徒来てくれてます。初登場ニッチェのお二人です。お願いします。ニッチェよろしく。よろしくお願いします。はい、ニッチェの説明しておくとね、我々の同期でね、今回参戦してくれると。やっぱりちょっとあっちゃんにね、そうだよ、会いたいというか、そうね、会って今日ね、早速あっちゃんと会ってね。そうですね、お尻ペンペンさせていただきました。お尻ペンペン。迷惑かけてるから。いい加減してください。仲良しでね、ずっとやってましたからね。そうですよね。はい、ということでニッチェ、まあ今日楽しく授業をね、聞いてもらえればいいので、よろしくお願いいたします。ニッチェ。お願いします。今まではテーマを全部ね、生徒に伏せて始まってたんです。今回は初めてテーマをもう事前にお知らせしてるんですけれども、今回の大谷翔平選手どうですか、テーマとしては。オブラートに包んで言うと関心がない。ダメですね。包んでないですね。オブラートもっとちょうだい。じゃあむき出しだけど。オブラート薄いね、パルルの。だいぶ何もなかったよ。いいね。でもね、そういうもちろん人もいるわけだから。スポーツ全般があんまりやらないし、でも視聴者そういう人もちろんいるんで、もうそういう目線でバンバン質問とか意見を言ってもらえればそれでいいと思うんで。はい、わかりました。ということで先生がね、そろそろ登壇してくれると思いますので、皆さんね、張り切って授業を聞いていきましょう。はい。うん。今日はテーマ分かってます。そうね。楽しみ。なかなかそれはね。でもニッチェはどうなの、野球とかは。あんまり。俺もね。いや。中田先生。私が来ました。ありがとうございます。来ましたじゃないの。いやもう。ニッチェありがとうございます。本当にもう同期のよしみでね、出ていただいて、いやもうちょっともう早く歩いてきないと。いつもよりね、でも倍速だったんですよね。そう、一番気持ちいいストロークだから。そうなんですよ。いや本当ね、今回大谷翔平さんをテーマとするということで、いやー面白いですよ。あ、いけます？いけます。ちょっとね、もうせっかくなんでね、やっていきましょう。偉人伝大谷翔平さん。これね、まあ経由言いますと、今まではまあ電通さんとテレビの歴史とかですね、まあお金の歴史とかですね、まあやってきたわけですよ。ただ今回まあ藤森さんにテーマをリクエストね、受けようと思いまして、言ったら大谷翔平さんやってほしいとまあ言っていただいて、実はですね、私の方が藤森さんより野球あんまり見てないんですよ。見てなさそう。なさそうでしょ。めちゃめちゃ見てないと思う。スポーツをほとんど見てないわけですよ。パルルと一緒でしょ多分ね。ほぼパルル。パルル状態。そうなんですよ。ところがこれ調べたらめちゃくちゃ面白いです。でもねやっぱそこに期待したかったのよ。俺らなんとなく知ってるけど、あのあっちゃんが勉強したらどういう授業してくれるのかなっていうのを期待してこのテーマにしました。申し訳ないけど私は何人でやるかもあんまり。あ、でもいいね。そういう方がいい。何人でしたっけ？9人でやるゲームなんですよ。でも本当にそれぐらいのレベルの方に今野球を届けることっていうのはすごい重要らしいんですよ。っていうのもやっぱり野球人口が結構減ってるらしくて、そうなんだ。言ったらテレビがものすごいみんなでテレビを見て、その一番ゴールデンタイムと言われる時間に野球中継がやってた時代ってあったじゃないですか。毎晩やってたからね。そう、我々のお父さんとかは大体お茶の間でビールと枝豆と野球中継だったんですよね。中継で見たい番組がなくなっちゃったりとかね。そうそうそう、ありましたよ。延長とかね、あったんですけど、それは時代変わって結構そこら辺をちゃんと PR したいっていう流れもあるので、なるほど、分かんない人にも野球の面白さを伝えるっていうことがもしかしたらできるのではと思ったら、それにとってこの大谷さんめちゃくちゃ面白いんですよね。へえ、知りたい知りたい。ただ結構ね、あっちゃんは分からないかもしれないですけど、日本のテレビではね、もう大谷選手のいろんな情報もとにかく扱う扱うなんでやってるはず。今までのねテーマの中で一番知ってる人多いから、だから正直言うと怖い。なんかミスったらすごい取ってくる。そうですよね。もう本当にファンの多い漫画扱う時とかもめちゃめちゃ怖いですよね。でもね、やっぱり僕も野球そんなに今まで見てこなかったんですけど、さすがに大谷翔平選手のことは試合を追いかけてます。なので結構その断片的に知ってるって方も多いと思うんですよね。それをこう流れを通して大谷選手の人生の物語を一からさらって楽しもうじゃないかという、そういう形になっております。生い立ちとか知りたい。そうですよね。なのでこの大谷選手の生い立ちと今までの苦のそこら辺もフォーカスして、我々が今世界に向けて立ち向かうといいますか、元気出すにはどうしたらいいのか学んでいきましょう。はい、こちらでございます。まずね、1994年に生まれまして、もう本当にここで喋っていきますんでね。はい、はい、岩手県の水沢市、現の奥州市ってところに生まれたんですよね。岩手なんだ。はい、これ岩手なんですよ。岩手の奥州市ね、これ名前とも結構関わっていて、翔平っていうね名前が飛ぶっていうのに平らじゃないですか。これ飛ぶっていうのがこの奥州市のね。ちょっと言われ深い歴史上の人物でいうと源義経っているんですよ。源平の牛若丸ですよね。ものすごい兵士を倒してその後功績を立てたんだけれども、お兄さん頼朝に疎まれて、義経討てってなってですね、もともと自分がお世話になった岩手の奥州市まで逃げるんですよ。そしてその義経を守るために弁慶ですよね、武蔵坊弁慶が立往生立って死んだと、そういう主従関係があるみたいな言われる中で、この源義経のね得意技身軽だったんで八艘飛びっていうね、飛び技が得意、その八艘飛びの飛びから翔平の翔が来て、いきなり知らない情報来た。いきなり知らない、知らない。日本の皆さんお知りにならない。よくないよくない。ごめんなさい。その感じよくない。謙虚謙虚謙虚。でも知らなかった。翔平力必要ですよ。ここなんですよ。で飛ぶっていうのと奥州っていえば平泉っていうね場所があって。そこに中尊寺金色堂とかそういう綺麗な寺があったりするんですけど、その平泉の平が翔平の平なんですよ。まさに源義経ね、その牛若丸のように飛んだり跳ねたり活躍してくれよと、そういうわんぱくな名前を付けたのもお父さんがですね、社会人野球のアスリートなんですよね。やってたんだお父さん。あ、これご存知なかったですか、藤森さん。家族とかまでやっぱ知らない。本当に。実はこのお父さんがめちゃめちゃキーマンなんですよ。このお父さんが社会人野球やっていて、お母さんはバドミントンやってたんですけど。アスリート家系だねもうね。そう。普通にやってただけじゃなくて国体出れるレベルなんですよ。そうなんだ。国体選手と社会人野球のアスリート夫婦、とはいえですよ、ただそういうアスリート夫婦さんっているはいるじゃないですか。確かに。それが後にですよ、メジャーリーグ最高の選手、これねパルルどれぐらいすごいかっていうと、メジャーでナンバーワンなんですよ。メジャーリーグは分からない。メジャーリーグも分からない。メジャーリーグっていうのは、いろんなすごい人たちが集まる、なんか選抜メンバーみたいな感じですね。そうですね。アメリカの一番トップリーグですよね。アメリカ。そうなんですよ。メジャーリーグはアメリカなんですよ。知らない人だっているんだから。そう、イチローさんとかそう。そうそう。まあ最高峰のリーグですよ。松井秀喜さんもそう、そうそう。やっぱイチロー、松井はすごい野球関心なくても知ってるじゃないですか。そのレベル、いやそれをもう超えたとも言われている。イチロー選手、松井選手という伝説を超えた生ける伝説と言われているのが大谷翔平なんですよ。はい、これちょっと興味持ってきましたね。イチロー選手よりすごいのとね言われているのと、それはどうなのと。それがこのね、社会人野球バドミントンのね選手から生まれるわけなんですけども、まあ野球を始めたのは小3ぐらいかららしいんですね。実はそのお兄さんとお姉さんが。はい、あ、末っ子なんだ。末っ子なんですよ。あ、いいですね。やっぱみんな知らない。知らない。兄弟とかもやっぱ知らない。いや、毎日のように大谷選手のニュース見てんですよね。見てますよ。見るのは見てます。やっぱホームラン打ってるシーンとかばっかり見てるから。末っ子って出てない。出てない。そこまで丁寧なニュースないから。ないよね。これがお兄さんともですね、7歳年離れてて。そんなに。結構離れてますよね。まあそのお兄さんにね、憧れて追いかけて。お兄さんがやってた野球、これをやり始めるわけですよ。お兄さんも後に野球で社会人野球入るわけなんですけども、その追いかけて小3からね、公式球でやり始める。すごい。ここの公式球で全然水差すようですけど、本当ここまで藤森家と全く一緒。親父も野球やってて監督してて、お兄ちゃん6個離れてるお兄ちゃん野球やってるの見て、藤森も野球小3からやりだした。すごい。大谷翔平。ほぼ翔平じゃん。ここまで。藤森さんお兄ちゃんもいるから俺。そうだ。夫人全く一緒です。でお母さんは水泳のカエル泳ぎ得意だった。カエル泳ぎ。平泳ぎじゃなくてカエル泳ぎ。斜めに泳げた。あの世代の人がやる独特のやつ。あるね。知りませんけど。うわ嬉しい、知らなかった。だから似てるよね、家族構成ね。そんな感じなんですけど、公式球で始めるっていうのもちょっとよくわかんない。ところありません。でっかいのじゃなくて公式ね。そう、実は軟式と硬式っていうのがあって、柔らかいボールってこと。そうです。いわゆるプロが使うような球は革でできてる硬い球、硬式球なんですけど、それをねちょっと大きいし重いし当たると痛いかもしれないから、軟式球っていうのを小学生とか中学生使ったりすることが多いんですよ。だいたい高校生ぐらいから硬式球なんですよね。僕も中学まで軟式球でした。そうなんですよね。ところがもう小学校から硬式球を使うチームに入ろうとするわけです。チームがあったんだね。そうです。ガチのチームリトルリーグに入るんですけども、これはそのお父さんもじゃあもう本格的にやりなさいと。でお兄さんは実は軟式球で中学までやってたの。そんな情報まで出てるの？出てる。すごいね。どこに出てるの？軟式球でやってたんだけど、それはね実はお父さんがその時は忙しくてあんまり長男の野球のことに関しては触れてなかったんですよ。子供生まれると分かりますけど、第一子って一番しんどいんですよね。で2人目がいて、7個ね1個目から離れた3子ってちょっと余裕出てくるんですよ。この第3子の時にお父さん徹さんっていうね人なんですけど、大谷徹さんはよししっかり子供と触れ合おうと思ったらしいんですよ。だから硬式球のチームに入れて大丈夫かなという気持ち、それを実際に行動に移すためにこの水沢リトルリーグに自分経験者でしょ、コーチとして入るんですよ。すごい行動力。すごくないですか？すごい。でなんとこの小中と大谷さんのリトルリーグの監督を務めたのはずっとお父さんなんですよ。お父さんが小中ずっと監督だったっていう距離感らしいんですね。だから家でのお父さんの時間よりも監督として設置してる時間が長かったんですね。でもなんか藤森さんもそうじゃなかったでしたっけ？僕も小学校ずっと父親監督で、ずっとレギュラー出てたんですけど、中学から親父じゃなくて学校の先生に監督変わってから一度もレギュラーになれませんでした。かコネでレギュラーになってたんだっていう。コネレギュラーっていう、それで気づきました中学で。今と同じやり方をやる。今ちげえよ。今何のコネで出てんだよテレビ。俺ちょっとわかります。コネクションを大事にするという意味でね。大事です。そういうことですよね。いや、そのね、お父さんが監督だから選ばれるんじゃないかっていう恐怖感は大谷選手もあったらしいんですよ。あ、そうなんだ。そうだから人一倍頑張んなきゃって思ってたらしいんですけど。文句言われないようにね。そうそうそう。めちゃめちゃ文句言われてたもん俺本当に。やっぱそうなんですか。実力が伴ってないとそうなっちゃうことでしょ。そうなんですよ。父兄にものすごい影を打ちました。なんで慎吾君がずっとレギュラーなのって言われて。コーチの息子だからね、言われがちなんですけど、そうじゃないようにするということで。ただね、お父さんがもうその心配をしないでいいぐらい突出したフィジカルを持ってたそうですよ。お父さんはもともとね、右投げ右打ちだった翔平さんを右投げ左打ちにしたらどうかってアドバイスしてみるんですね。はい、この右打ち左打ちってよくわかんないですよね。わからないです。どっちがどう有利なのかとかっていうのもあるんですけど、右で投げる人、右利きの人ってこのバッターボックスピッチャーから向かって右に立ってる、これが右投げ右打ちなんですよ。でも左打ちの場合はこっちなんですよ。はい、左打ちが有利と言われてるところがあるんですよね。はい、わかんないですかね。打った後野球選手ってどこ行きます？こっちか。こっちって一緒なはず。一塁ね、一塁ね。こっち側だと危ないですよね。どこって。Google マップ見ちゃおうじゃないんですよ。迷わないでって。白い四角いやつありますよね。あそこに向かっていくので、実はね、右打ちと左打ちでは70センチ、まあ約1メートルぐらいですね。違うと言われてるので、出塁率が違うというふうにもなるんです。だからやっぱ変える人多いんでね。途中でスイッチして左打者になる。そうなんです。イチロー選手とかも右投げ左、しかも打ってそのままの勢いで走れると。こっちに回転してこっちに走るのと、こっちに回転してそのまま走るのでは、こっちの方が出塁が有利というのもあって、左打ちにチャレンジしてみたらどうかとやったらしいんですね。でお父さんもこれね、かつてはチャレンジしたことあるらしいんですよ。でそれにね、もう慣れるのに3年ぐらいかかったらしいんですね。しんどいです。やっぱ右から左利きで急にご飯食べれない。左打ち、それをなんとですね、大谷さんは1年以内にフィットしたのを見て、こいつはセンスがすごいあるかもしれない。すっげえ話。しかも左打ちにするでしょ。すると大体ボールってこう打つので、こっちに行くんですよ。引っ張るって言うんですけど、こっちに行くことを引っ張るって言って、こっちに打つことを流すって言うんですけど、流し打ちって言うんですけど、こういう風に行きがちなんですよ。まあだいたいビンタしたらこっちに吹っ飛びますね。わかりやすい。わかりやすいですね。ビンタしてあっちに吹っ飛ばそうと思ったら結構頑張んなきゃいけない。難しいですよね。そういうことがあるのでこっちに行ってたんですけども、実はですね、練習場にこう特徴がありまして、こっち側が川だったらしいんですよ。で大谷さんが打ちまくるからボールがなくなりまくったらしい。川に流されちゃって、そしてお父さん言ったらしいんです。あっちに打ってくれないかと。その結果大谷選手は流し打ちが得意。面白い。すごい。川のおかげで。川のおかげ。経費がきっかけで。経費がお金です。お金目線。あ、まあごめんなさい、またお金で。やっぱりお金って人変えますもんね。気をつけないと。気をつけないと。いや、すごい話だよ。このくしくも左打ちになったことで、流し打ちがうまくなったことっていうのの基礎を作ったのは、実はこの幼少期だったんですよね。小中で。はい。で実はこの後その二刀流っていうものに大谷選手になっていく。大谷選手が二刀流って聞いたことあります？パルル。ないです。ない。大谷選手は実は投手とバッターの二刀流っていうものになるんですね。それって普通なんじゃないかって思いますか？はい、野球はピッチャーも打つんじゃないかと。ところがピッチャーガンガン投げるので、ピッチャークタクタになるんです。なのでピッチャーは何日かに1回休憩しながら出るんです。ね。そういうもんなんですか。そういうもんなんですよ。アイドルはどうですか。センターだけがやたらと疲れるからあんまり舞台出ないとかそういうのないですか。ないですね。ないですか。めちゃくちゃ感じ悪いでしょ。私センターだから休みますわ。もうセンター一番カメラ映んでちょっと今日疲れちゃうんでっていう。そういうのはないですよね。でピッチャーは極端に仕事が違うので休みながら出るんですよ。それをバッターとして補うっていう形でそのピッチャーの代わりに打つっていうピッチャーの代わりに打つ専門の人っていうのを、まあ、DH 指名打者っていう。はい、そうなんだ。そうなんですよ。だから打撃専門で守備しないっていう人が DH っていう指名打者っていう制度があるんですね。その上でですね、普段お父さんどういうふうに育ててましたかってインタビュー受けると大体ね普通ですよって言うんですけど、どう考えても普通じゃないっていうところがこの野球ノートなんですよ。そんなあんだ。これ知らなかったですか。知らないっす。これねお父さんと翔平さんで交換日記をするんです。すごい。あんまりお父さんと息子でやんないでしょう。いやいやいやしないね。それもですね、野球をやって良かったこと、今日良かったことと今日悪かったこと、そしてこれからの目標っていうのを毎日書いてお父さんに提出するんです。そしてお父さんはでっかい字で励ましの言葉書くんですよ。諦めるなとね、負けても腐るなとか書くんですよ。そして返す。で目標といいとこと書いて出す。負けるな頑張れって出すっていう。すっげえうるせえとか書かないの。目に触れたくねえんだ。でもそうじゃんね。野球でつながってるからもう。いやそれがだからいい子。そうすごいポジティブなことをお父さんも返してくれるんですよ。だからものすごくこの辺りからその意識も違うんです。はあ、精神面もすごいんだね。そこなんですよ。もうフィジカル強いのはわかるじゃないですか。実はこのメンタルと意識の凄さっていうのが突出してる人なんです。確かにね、成績良くてもちょっとそこがとかっていう選手もいたりするからね。そうなのよ。はいはいはい。そこがねとかっていうのはあるから実際ね。あやふやでなんかちょっとお金遣いがとか恋愛関係がとかってあるわけじゃないですか。結果成績崩れちゃったりもするんだよね。それがないように。ビッシビシにやってる。でもうこの頃から投げても打ってもすごかったらしいんですよ。なので憧れは打者でいうと松井さん、松井秀喜さんで、投手でいうとダルビッシュさんで、その小中でまあそのねすごい選手だなということで地元では有名になるんですけど、やっぱり一人だけが強くても勝てるわけじゃないのが野球ですよね。なので東北では4位ぐらいの成績のチームになってその。まあ優勝とかそういうところにはならなかったんですよ。だからね、あんまりなんかそのまあ大谷さんといえばずっと優勝してたのかなとかそうじゃないですよね。そこまで勝ててなくて、しかもだからですね、その東北で4位のチームなわけですよね。だから全国にはもっとすごいやつがいるんだって謙虚な気持ちでずっとかけてたらしい。はあ、なるほどね。謙虚。謙虚。ここよ、ここ、みんなここだよ。学び、学べ、学べ。赤ペン引いて。学ぼう、学んでこう。ちょっと俺と野球ノートやろう。いやいや、やだ。めんどくせえ。励ましてあげて。なんで野球始めなきゃ。なんで俺太文字で励まさなきゃいけないんだよ。俺動画アップするたびに出すから。大丈夫だ。大丈夫だ。諦めるな。そうそう。大事なんです、メンタルがね。それで後に知ることになるんです。自分ほどの逸材がなかなかいないっていうことですね。でこのその中学での実績をもってして地元の花巻東高校に行くわけですよね。これ有名なわけです。今度花巻東高校に行ったのは少し上の先輩で大成功している菊池雄星選手っていたからなんですよね。この菊池選手追いつけ追い越せ、そういう気持ちで花巻東高校に行ったんですけども。ここでですね出会ったのが佐々木監督なんですね。この佐々木監督、これがですねもうこの花巻東を非常に有名にしていったわけなんですけども、基本的に東北っていうのは野球不利って言われてるんですよ。あ、なんで？やっぱ練習期間が短くなっちゃうのか。そう、寒いし雪降るから。へえ、外で練習できないから。そうなんですよ。雪が積もっちゃうと練習できないでしょ。だからどうしても東北は弱いんじゃないかと言われてたのをこう覆していったね監督なんですね。何で覆したかっていうと理論がすごいんですよ。ロジックがあって、実はですねこの選手にはどれぐらいトレーニングさせるか厳しくいくかっていうのをチェックするために、まず新入生全員をそのクリニックに連れていくんですね。で精密検査を行って、どこを見るか、骨を見るんです。でその骨の骨端線っていうのがありまして、それがぴったりと閉じている場合、もう身長はこれ以上伸びない、成長期は終わっている。これが分かるんですって。そこまでやってるんだ。すごい。笑いとかもそうやって調べてほしいですね。なんかこれ以上面白くなっていけるのかどうかっていう。小短線ね。お笑い骨端線。骨端線みたいなね。お笑い。養成所の段階でもう伸びしろがない。ぴったりくっついちゃってんの。もうぴったり、もうこれ以上面白いこと言えないよ。ぴったりくっついてる。やだよ、伸びしろないじゃん。怖いな。でこの骨端線チェックをしたところですよ、普通はね高校生ぐらいで身長止まったりするでしょ。なんと大谷はまだまだ全然伸びるっていうのが出てたんですよ。はい、分かったんだ、それで。大谷はすでにもう身長相当高かったんですよ。ところがなんと22歳まで成長は止まらないっていう。それが出るの？診断が出たんです。すごい。だから大谷にはあまり過酷なことはさせてはいけないぞっていうことを意識したらしいんです。怪我とかやっぱあるからね。無理させるとね。そうなんです。骨端線が閉じる前に過剰な負荷をかけると故障しやすいらしいんですね。だから完成した後で負荷を高めると強くなれる。だから待ってねっていうのが22歳までという、もうこの時点で活躍してるのにまだ成長しているという。いやでもマジで佐々木監督のおかげもあるよね、今あるのは。やっぱそれで一生投げれなくなっちゃう高校球児とかもいるのよ、無茶な投球で潰されちゃうというかね。そんなすごい選手だったら使いたくなるもんね。そうそうそう、そうですよね。だからもうすごいスーパーエースいたらもうその人ばっかりいっぱいさせてボロボロにしちゃうっていうパターンあるんですよね。それがしっかりと科学的データ、その上でこの佐々木監督はですね、この野球ノートのまあ言ったら上位互換というかバージョン2、これがマンダラチャートっていうのを作るんですよ。何それ何それ。マンダラチャートご存知ない？知らないです。マンダラチャートすごい面白そうだけど、大谷選手といえばこのマンダラチャートなんですね。これはですねちょっと見せますと、実はですねこうマスがいっぱいあるというですね、 9×9 のマス、9×81 マスあるんですけど、そのマスのど真ん中に自分の目標を書くんですよ。はい、あー見たことあるかもしれない。はいはい、行きましょう。こちらですね。はい、これが高校1年生の時の大谷選手のマンダラチャートなんですけど、これの読み方、作り方が分かれば皆さんも大谷になれる。かもしれない。かもしれない。これね、ど真ん中、ドラフト1位、ドラ1、8球団って書いてあるんですよ。すごい目標だ。8球団から一番、今年一番欲しいのはお前だって言われるのを8球団から、要するに8人に同時にプロポーズされるみたいな、そういう状態です。12球団中ね、8球団以上は欲しいという目標。なんで8球団だったか。全部じゃないんだ。12じゃないんだ。じゃないんですよ。なぜ8球団だ。これはこの憧れてる先ほどの菊池雄星選手が6球団からドラ1を獲得したのを見てたから。先輩をね、あの先輩を2つ超えてやろうと。ドラ18球団、そのために必要なものは何ですかっていうのを周り8つのマスに書いてみましょうっていう。ゾッとするな、なんかね。じゃあドラ18球団になるにはって大谷選手考えました。一つには体作りだよね、もう一つコントロール、球のキレ、スピード、ね、変化球、そして運も大事、人間性大事、メンタル大事。ここで面白いのが、この体作りとかスピードとか分かるんですけど、運とか人間性入ってることなんですよ。あんだね、それも入れてるんだ。運どうしたらいいんだろう、これも自分で考えろっていうのがマンダラチャート。実はこの8つの要素っていうのは必要な要素であって、この要素ごとにじゃあ実際何するっていう行動を周りに書くんですよ。その周りが必要なことなんだ。そうです。つまりコントロールを上げるには体幹を強化するトレーニングしようねとか、メンタルのコントロールが必要だよねとか、体作りだったら食事制限が必要だよねとか、まあ逆に食事たくさん食べようとかね、スタミナをつけようとか行動に落とし込んでいくんですね。可動域広げるような運動をしようと。そうすることで夢が実際の行動に変わっていく。まあ8マスを要するに真ん中削ってるんで 8×8 の64個の行動に変わるんです夢が。それをめちゃくちゃ面白いね。面白いんです。はい。じゃあ運のところどう上げるのと思いましたよね。運上げるのの一つ見てください。ゴミ拾い。すごい。なんか泣きそうだわもうこのチャート見て。うわ。今非常にね大谷選手はそのメジャーの試合のね合間でも拾ってますよね。拾ってる。その動画見た。見たことありますよね。でも称賛されてるの。そうなんですよ。チームメイトとかからもね。一流選手でスタジアムのゴミを拾って回収するっていう姿をアメリカの人たちが見て、なんてすごいんだとなってるわけですよ。素晴らしい人間。なんとこれ高校1年生の時からやってる。いやすごすぎるね。この花巻東高校全寮制で。ついにですね大谷さんはお父さん以外の指導者に初めて会うんです。確かに。そして全寮制でしっかりと生活もコントロールしていくことによって私生活と野球選手としての在り方、ここら辺の哲学を徹底的にコントロールしていくことになるわけなんです。すごすぎるわ。だからフィジカルとねそのマインドだけではなくてこの礼儀正しさであるとかその目標管理っていうのを徹底的に教わる。だからこの花巻東に入ったのも非常にプラスなわけですよ、ね、それがまさに今生きてるわけですね。挨拶、ゴミ拾い、部屋掃除、審判さんへの態度大事。審判へのじゃなくて審判さんへのって言ってるんですよ。もうここなんですよ。気遣いが感じられる、ね、ここで先ほどピンマイクを我々つけてたんですよね、はい、その時に木本さんが深々と音声さんに礼してたんですよ。ピンマイクありがとうございます。本当に仕事が全部なくなった時に、はい、一番恋しかったのがピンマイクやったんですよ。収録したいってつけられることがなくて、当たり前につけられてたこのピンマイクが恋しくて、だから本当に今はもうつけていただくことに感謝っていう。そういうことかもしれないですね。でもこうやって収録の現場でもいろんなスタッフさんいるわけじゃないですか。でもそのいろんなスタッフさんに対してきちんと接していると。スタッフさんも「あの人いい人だよ、感じいい人だよ」って周りに言うわけですよね、はい、そしたらそれを聞いた人が「じゃあまた木本さんと仕事しようかな」っていうふうになったりもする。実は運のように見えるけどそういう細かい行動の巡り巡ってなんじゃないかというのにもうここで気づいてるんです。自分でこう引き寄せられるものもあると。ここです。私ここ文字でメモします。ここだな。大事だ大事。そうだよ、ここだ。そうだよね。最近でもスタッフさんの名前とか全員覚えてるもんね。覚え始めています。なぜ1年目からやれなかったの？19年かかったね。吉本養成所に佐々木さんいたらよかったんですけど。いてくれたら。でも気づいてるわけですね。でもこれも全部自分で書いてるわけですから、すごいですよね。こういったことをですね、まあやってきたと。で、そして人生設計ノートというので、今の年齢から70歳ぐらいまで。何をやるのかを書いてるんですよ。70までもう書いてる。書いてる。だからもう何歳で限界が来て引退して日本に戻ってきてっていう。じゃあ引退のもうタイミングとも書かれてる。書いてるんですよ。この年でプロ野球に入り、この年でメジャーに行き、その年で優勝して、こうしてああして、そして引退して、でだからいつ結婚するとか、で子供に野球を教えるとか、もうその老後70歳ぐらいになったら。もう毎日スポーツをして楽しむとかですね。書いてある。全部書いてある。ここら辺まで目標を徹底的に管理するということをこの花巻東で学ぶわけです。はい。いや素晴らしいね。学校も素晴らしい。これは本当に。これすごいですよね。すごい。はい。うん、そんな中で高一ね秋まではまあそのピッチャーにさせないで、うん、ゆっくりこの。ゆっくり成長する人だからっていうことでゆっくりやって秋からエース。しかしもうその時には最速147キロを出すわけですね。早いわけです。高2でもう最速151キロ、これ高校2年生の時のまあ最速記録タイを出してるんですね。でみちのくのダルビッシュと呼ばれ始めます。異名があるんだ。もう異名ができるんですよ。これね異名が進化していくのも面白いんですよ。この頃はまだ東北のダルビッシュなわけですよね。東北でもうとんでもなく速いやつがいるぞ。そして高3打者としてもすごいことを証明する、うん、それが大阪桐蔭高校っていうね、ところとですね、春の選抜で当たるんですけれども、この藤浪晋太郎さんっていう人が、はい、この同い年のスーパースターピッチャーなんですよ。このスーパースターピッチャーからなんとホームランをかっさらうということで、超球が速いだけでなくめちゃめちゃ打つんだということが注目されます。もうこの時点で日本もなんとアメリカも注目してるんだよ。この頃からやっぱ普通のちょっと野球見てるおじさんぐらいだったらやっぱもうニュースで知ってたね。その甲子園ですごい逸材が現れたっていう、なんかね、そういう逸材とかをやっぱりね、もうその野球ファンは高校とかなんだったら中学ぐらいからチェックしたりするらしいんですよね。だからもうこの辺りでは超有名人になっていったということなんですよね。そんな中で、ただこれねポイントなのが、甲子園で優勝するというね、この日本一になるという夢は叶わないんですよ。なんと高2の時はですね、甲子園出場して初戦敗退です。で高3はですね、岩手県の予選の方ですね、うん、の決勝で盛岡大付属に負けて、なんと甲子園本戦出場してないんですよ。そうだそうだ。そう考えると中学の時も東北4位だし、うん、高校の時も甲子園出てないんですよ。うん、そっか。それって結構意外なことですよね。挫折が多いってことですか。そうなんですよ。この挫折が大谷選手をずっと謙虚でいさせたとも言えるわけです。なるほど。すごいことですよね。ただドラフトは待ってないんですよね。うん、ドラフトが来るわけですけども、もうこの時にはアメリカからも来てるんですよ。実はそのアメリカのメジャーリーグが高校生とかアマチュアに手出していいのか、ね、獲得競争していいのかっていうのは長らくなしにしようねっていうのは続いてたらしいんですけど、2008年あたりぐらいからメジャーリーグも日本のアマチュアに対してこう注目して、いい選手いたらもう即来ないっていうのもあったんですね。なので実はこの大谷選手はもうメジャーを考え始めるわけですよ。ただその1個前の菊池雄星選手はそのメジャーに即行くんじゃなくて、ドラフト1位6球団やってたじゃないですか。このドラフト1位6球団やってたのは、この佐々木監督がいきなりメジャーに送り込むっていう前例がまずないんですね。高校生から即メジャーが今まで一人もいないんですよ。なので菊池雄先生送ったら日本球界からこの高校がなんて思われるだろうなっていうのも考えてたらしいんですよ。でももう菊池雄星選手の後にまたすごいの来たわけじゃないですか。で規格外の力なんですよ。これはもうメジャー行ってもいいのかなっていうふうに変わってたらしいんですね。そしてこの佐々木監督と大谷選手で相談して、私たちは高校卒業後即メジャーに行きますっていうことを高3終わりのシーズン終わりの10月に発表するんです。そんなことがあったんだ。知らなかった。知らなかった。藤森さん見てます。知ってるじゃん俺のこと。浅くつまんでるじゃん俺は。チラチラとね。じゃあ面白いですね今日授業。面白い、めちゃくちゃ面白い。今までで正直一番面白いです。すげえ嬉しいマジで。あ、そうですよね。なので我々はメジャーに行きたいと思います。なんでこれ言うと思います？日本からスカウトが来るからでしょ。そうですよね。この日本のドラフト制度っていうのが、その日本からね、まずドラフト受けますよね。結婚してくださいみたいな感じで、うちにドラフト1で来てくださいって言って、その言う権利っていうのは抽選してるんですよ。ドラフトでくじ引きしてるじゃないですか。やったーとかやってるのは、その人にプロポーズしていいですよ、ドラフト1で来てくださいねって言う権利、それ以外は言っちゃいけないんですよ。でその権利をもらった人が告白するじゃないですか。でもしそのチーム行きたくない、僕はジャイアンツ行きたいとかタイガース行きたい、こだわりがある選手だったら振ることはできるんですよ。でも振ったらどうなるかというと、来年のドラフトまで待たなきゃいけないんですよ。なんで？この年はね、ダメなんでね。これね、野球遠い人からするとなんでって思いますよね。いいじゃん、入りたいんですけどって言って、いいよって言ったら入ればいいじゃないですか。でもこの入りたいチームに入っていいっていう風にすると、強いチームがどんどん強くなっちゃうんですよ。偏っちゃう。偏っちゃうんですよ。なので選手には申し訳ないけれど、球界のことを考えて、そういう制度になってるんですね。でもドラフト1位指名するっていうことは、これ振られたら1位の権利をなくすので、他のいい選手どんどん取られちゃうわけですよ。球団損ですよね。確かに。だから僕は誰のプロポーズも受けずアメリカ行くので、プロポーズしないでください選手なんですよ。私にプロポーズしても私アメリカ行くんで全員振りますよ。振ったら損でしょ、怒るでしょ。だから先に言っとくよ。親切で言ってくれる。親切で言ってるんですよね。アメリカ行きます。なのでほとんどの球団が、あ、大谷君は直アメリカかというふうになって、藤浪晋太郎選手を指名するようになるわけですよ。じゃあ藤浪さんをって、ところが1球団プロポーズ諦めないって言って球団が現れるんですよ。そういう経緯があったんだ。そういう経緯、それが日本ハムファイターズなんですね。日ハムは絶対に大谷っていうわけですよ。要するに私アメリカ行くから全員振るよって言ってる人に、めちゃくちゃ恋してるじゃん。めっちゃ恋してる。これはちょっと胸打たれる。ドキドキするよね。やっとバレるな。興味持った。あとどんどん恋愛たとえてくれ。リアリティショーみたいにしてくれたら。パルルは今それいいなって思うのはどっち側の目線でいいなって思うんですか？そういうふうに告白されたいななのか、そういうふうな言ってきた日本ハムさんが素敵ってチームがね、そんだけ言ってんのに断りますよ僕はって、それでもいいじゃないとキュンとしちゃうよと、そういうことです。そんだけ押されたらやっぱキュンとしちゃうんだ。パルルは相手に興味があって。推しに弱いので。推しに弱い。ああなるほど。じゃあ絶対ないよってパルルが塩対応してても、でもっていう人がいいんだ。はい、素敵。いいですね。日ハム的男子待ってるぞ。この日ハムのですね、それをね決断した GM ジェネラルマネージャー山田さんとですね、監督のこの栗山監督っていうのがまあ有名になってくるわけですけども、これはですね絶対に大谷だと。この日ハムはどんな悪条件でもその年最高の選手を指名するっていう方針を固めてたんですよ。しかもこれはなんとうまくいかなかった実績もあるんです。その上でメジャーに行く日本興味ないってところに立ち上がるわけですね。ところがここから日ハムは怒涛のこのプロポーズ攻撃に行くわけですよね。まずですね、その山田ジェネラルマネージャーがですね、行くってですね、家まで挨拶しに行くんですね。なんと会ってすらもらえないんですよ。あげてもらえないんだ。あげてもらえないですね。あ、まあ行ってですね、学校の佐々木監督に会えたんですよ。だけど大谷選手は今日は会うつもりはないということですよね。もうすごいですよね。かぐや姫的な。顔も見られない。顔も見れないんですよ。でそれ2度3度行くんですけども、その2度3度行く中で、いよいよ親御さんと本人と話すことができるようになっていくんですね。何度も来るじゃんと、諦めないじゃんと、やっぱりいい人ですから、大谷選手もねちょっと情がねありますから、じゃあ話だけでも聞きますよってなるわけですね。そこで栗山監督も3度目から行くわけです。栗山監督、経歴が面白いんですよね。どういう経歴かご存じない人多いかな。熱湯甲子園の人ですよね。そう。熱湯甲子園っていう高校球児を特集する番組のナビゲーターやってたんですよ。でももともとは野球選手なんです、はい、実は草加高校っていう高校に在籍してた時は、エースピッチャーで甲子園4回戦まで行ってる、で4回戦で負けちゃう、でドラフトには引っかからずにトライアウトね、そのドラフト外でテストを受けてヤクルトに入り、そこから自分がなんとか必死にスイッチヒッターの右と左になってなんとか使ってくださいってなって、プロ7年間やった後に引退すると。短いですね、7年。そうなんですよ。だから野球選手としてはすごくね大活躍したとか、そのドラフト1位だったっていう選手ではないんですよね。だけど野球への気持ちがあるから、そういうメディアでコメンテーター、野球解説、そして番組のナビゲーターとしてですね、いろんなところに取材に行くっていう仕事やったんです。実はその熱湯甲子園で大谷選手が高校2年の時甲子園出てるでしょ、取材してるんですよ。会ってるんですよ。まだ監督じゃない時ってことですよね。監督じゃない一番組の出演者、栗山さんと大谷さん、高校2年生初のこの甲子園が取材をしてるんですよ。その翌年に日ハムの監督になるの。そうです。2012年日本ハムはですね、この栗山さんを監督にと。とね、もう何十年と20年ぐらいですね、野球から離れてる私がですかと。でも日ハムは野球愛と情熱を持つ人が必要なんですと言って、野球への情熱一本釣りで栗山さんを置いたんです。そして栗山さんには情熱と大谷選手に合った過去があるわけですよ。きっと大谷は来てくれるって言ってですね、行くんです。その上で栗山さんはもう一つスキルがあるんですね。それがメジャーを知ってるとかですよ。取材に行ってるんですよ。だから他の監督よりもメジャーを表から裏から取材してるんですね。そして30ページに及ぶプレゼンテーションの資料を大谷さんに渡すんです。すごい。もうバルルがニヤニヤしてラブレターでしょ。ラブレターだ。30枚のラブレターだって。そうだよ。すごいっすね。すごいっすね。これちっちゃい。この30枚のラブレター、これ中身がいいんですよ。これはですね、要するに日ハムに来てください、来てくださいっていうラブレターじゃないんですよ。実は大谷選手の夢を叶えるためのプレゼンテーション。大谷君、あなたは夢を叶えるべき逸材ですと。で、あなたの夢を叶えたいと私は思っていますと。あなたの夢は今メジャーで活躍することなんですよね。これなんですよね。メジャーで活躍するためにはどうしたらいいのか。一つの選択肢は即メジャーに行くこと。もう一つは日本のプロ野球に入ってそこで活躍した実績を持ってメジャーに行くこと。今までの選手と一緒ですよね。この2択の中で大谷選手がやりたかったことは一つ、メジャーで活躍すること、そしてもう一つが前代未聞のことをしたい。なので前代未聞のメジャーに即高校から行くという流れでメジャーで活躍すれば夢が2つ叶う、この2つの夢の話なんですけどっていうところで、まず1個目の夢、メジャーで活躍するということに関して即高校から行った方がいいのか、プロ野球の日本を経由した方がいいのかということのデータを持ってまいりました。日本から直で行ったことはある人はいませんけれども、実はお隣の韓国からは即高校から行った人がいるんですよ。結構例があるんです。ところが活躍できてないんです。なるほど。超高校級のスーパースターが高校から即メジャーに行ってなぜか活躍できてない。なぜだと思いますか？これは私取材したから分かります。超高校級の選手でも実績がないのでメジャースタートじゃないんですよ。メジャーの下のマイナーリーグっていうところからなんですね。言ったらまあ研修生とかのシステム、アイドルにもありますよね。お笑いでもいろんなね、舞台でもピラミッドありますよね。その言ったら2部リーグのようなところからまずは始めましょうってなるんですけれども、メジャーはあまりにも一流の選手が多く集まるので2部から育成するという仕組みが実はあまりないんです。むしろどんどんそぎ落としていくという仕組みなんです。つまりマイナーの環境は悪いと言って過言ではないでしょう。育成にそんな力を入れてるわけじゃない。そうなんです。逆に言うと日本で実績を作ろうと思えば大谷さんほどの力ならな一軍スタートできるでしょう。そして実績を数年作ればなんとメジャーにから入ることができる。そうすればもっともっといい条件でメジャーに行けます。つまりメジャーで活躍するためには日本のプロ野球に入った方がいいということがあるんです。これを受けて大谷選手は顔色を一個も動かさなかったらしいんです。ですがずっとそれを見ていたのがお父さん徹さんなんですね。徹さんは翔平をずっと見てたんです。その上でどうですか感触はと言ったら、どうやらなくもなさそうですねって言ったんです。表情動いてないのに。そう、翔平の顔は動いてないけど徹は見てた。お父さん徹が言った。何その中継、何で知ってんのそんなこと。交換日記をしてるから徹は分かるんだ。気持ちが翔平を誰より見てる。翔平は少し揺らいできていますと。そしてついに日本ハムは決め球を投げるんですよ。それがですね、大谷さんこのまま日本に来た方が環境がいい、メジャーで活躍できるというので心動いているところがあるかもしれません。しかしまだ決断できないのは前代未聞の選手になりたいということですよね。つまり高校から日本のプロ野球に行ったら菊池雄星選手と同じじゃないか、そう思うかもしれない。しかし私たちには計画がある、前代未聞の選手にあなたをします、それがこのプランです。それが二刀流育成計画です。なるほど、栗山監督のこれはありなんだ。すげえ。実はそうなんです。この二刀流というのは大谷選手も考えていなかった。本人は考えていなかった。なぜかというと、それはですね、メジャーリーグの球団も全球団がピッチャーに専念することを望んでたからです。つまりメジャーのチームに行けばピッチャーになるってことなんですよ。そのピッチャーとしての価値っていうものが非常に高い。要するにレアな才能なんですね。チームでその9人いる中で1人しかいないんですよね。休ませて大切に使ってでも欲しいんですよね。スーパーピッチャーがいるならピッチャーになってほしい。打ってくれるのもいいけどピッチャーが欲しい。ピッチャーになってくれないか、そう言われている。つまり日本の球団に行こうがアメリカに行こうがピッチャーになるんだろうな自分はと思ってたわけです。ところがここで前代未聞のことが出る。二刀流やりませんか。しかしそんな人は日本には史上一人もいないんです。アメリカにたった一人いただけなんです。それも100年前、その100年前の伝説の野球プレーヤーがベーブ・ルース、野球の神と言われる人で、その人はピッチャーとしてすごい選手だったんですけれども、その後にバッターに転向してとんでもないバッターであることが分かるんですね。そのなぜバッターになったかっていうのが第一次世界大戦なんですよ。ピッチャーとしてすごかったんですけども、第一次世界大戦によってチームメイトがどんどん兵役に取られていくんですよ。チームの人数、バッターが減ったんですね。打者がない。ベーブ、お前も打ってくれ。分かった。パーン、めちゃめちゃ打った。天才やないかい。なんでなん。自分でも気づいてなかった。気づいてないほどの大天才。投手としても一流だったんですけど、打者としては超一流だったんですよ。それによって。最初はピッチャーとバッターの二刀流、これを2年間だけやります。短い2年だけ、はい、ですがベーブ・ルースは言います。これは体に負荷が高すぎる。ピッチャーをやってバッターをやる、これはあまりにも過酷だ。そして私は毎日試合に出たい。だとしたらピッチャーをやめてバッターに専念するのがみんなにとってハッピーだろう。そう言って2年間二刀流をやったっきり、後に超一流打者として活躍して現役を終えます。つまりベーブ・ルースっていうのは二刀流代表格というよりはピッチャーとして一流、その後に二刀流を挟んでバッターとしても一流になったっていう選手なんですよ。そうなまでは知らなかった。それで野球の神様っていう。それで野球の神様ね。それが100年前にただ一人しかいないんです。その100年に一人、2年間だけ成功したという神の所業をやらないかって言ったわけですよ。神を超えないか。それが栗山監督からの最後の決め球なんですよ。あなたは神を超えるかもしれない。前代未聞になるならうちでしかないと言って大谷選手は初めて微笑んだそうです。トールも見てた。トールも見てた。トールは横から。いや、トールのどんな顔してるんですよ。トールの感情何？喜びと驚き。あの翔平がニヤッとしたと。あの翔平が笑ったぞと。嬉しかった。いや、すごい面白いねこの話。そして球界騒然、まさかの大逆転劇。ところがこれは順風満帆なわけじゃないんですよ。つまり神を超える所業をやる二刀流で口説き落としたっていうことが明らかになった後にですね、球界のレジェンドたちがめちゃめちゃ怒るんですよ。なんで？プロをなめるなと、二刀流などできるはずがないって言ったのがノムさんなんですよ。野村監督がプロをなめるなよと、ね。そんなことは聞いたことがない、やれるわけがない。それぐらいすごいことなんだ。それぐらいすごいことなんですよ。つまり栗山さんね、言ったら2012年に監督になったっきり、まだ実績も定かじゃない。その人が大谷翔平さんを口説き落とすために言った二刀流、ちょっと待ってよ、無茶言ってないかいって、実績もないのにそんな世まいごと言って幻を見せてるだけなんじゃないの。レジェンド張本勲さんもブチ切れてるわけですよ。ね、投手に専念させるべきだ。潰す気かっていうわけですよね。そんなことうまくいくわけがない。もう怒号が飛び交ってる。数が入ってる。そんな中でいやいけるかもしれないって言った人もいるんですよ。それが落合さん。うわとか松井さんなんですよ。松井秀喜さん、落合博満さんはいや本人が決めることであって周りが可能性を積むのはおかしい。すごい大御所たちがこう割れてたんだね。割れてるね。でも大御所がそうやって議論したくなるぐらい衝撃の出来事。二刀流などというものは今はもう有名だから、あ、大谷さんって二刀流なんだって思うけど、前人未到前代未聞の神の領域だったんですね。この二刀流で行くぞとなったんですけど、日ハムはそこから大いなる実験と模索の時期に入ります。まずですね、大谷選手を外野手として使ってバッター、つまりバッターをやるときは外野手もやる、でその違う日ははたまた違う日は投手だけやるっていう別日でやったんですね。ところがこの外野手をやって打者もやってでまた別日に投手やるっていうのがですね、あまりうまくいかなかったんですよ。この外野手をやるのが負担が大きい、疲れすぎるということで、打者で出るときは指名打者として守備はやらない、DH& 投手っていうことでやらせてほしいというふうに調整する期間が2013年1年目、大注目の中ですね、日本のベーブ・ルースになるのか言われながら大注目の中そこまで結果を出せなかったんですね。だからこそみんなが否定したわけですよ。ほら見たことか、潰すのか才能となったんですが、この負担が大きすぎた、だんだんと慣れてくるんですね。2014年、翌年人気がすごい高いですからオールスターにも選出され、そこで最速の162キロ出します。なんか覚えてる、これは最速の162キロです。もう注目も注目。そしてここら辺から歯車が噛み合い出すんですね。日本史上初の投手としての2桁勝利、そして2桁のホームランを打つと、投手としてもね、立派な成績でありホームランとしても打ってるぞというので、ここら辺で噛み合い出します、噛み合い出して、これもしかしていけるかもしれない、そこから加速するんですね。2015年、投手としてさらに成長し15勝を挙げます。ベストナインにも選ばれます、ですが投手としての成長と裏腹にですね、打手としては少し迷いが出るんですね。打手で迷いが出るというか弱点が浮き彫りになる、ね、打者としての打撃が急降下するんです、そこで日ハムが呼んだのがダルビッシュなんですよ。このダルビッシュとの因縁っていうのが、この分からない方に分からないんですけど、日ハムに栗山監督が来たのは2012年なんですよ。そしてこの2012年に日ハムを辞めたエースがダルビッシュなんですよ。なので栗山監督はあの天才ダルビッシュと試合がしたいなーって思いながらできなかった、でもダルビッシュに今こそ頼りたいということで、ダルビッシュがスケジュールにね、こう余裕ができた時に招聘して大谷にトレーニング方法を教えてくれないかと言って、ダルビッシュ直々に1個前の天才が現天才に体作りを教えるんです。漫画。そしてその年大谷翔平の筋肉が9キロ増量するんですよ。その時の大谷の年齢が22歳。出た、あれだ、骨密度じゃなくてなんだっけ、骨断線チェックでちょうどここから負荷をかけているという年齢にちょうど達してた。すごいな、震えるぜ、震えるぜ。今日骨がぴったりと閉じた時にダルビッシュがやってくるんです。何それ、指し示したよ。でこうやって体を作れって言って9キロ増量した大谷がついに火を吹くのが2016年、10勝4敗22ホームラン、ついに日本ハムが日本一になるんですよ。もうあまりにも出来上がってますよね、ストーリーがね。メジャー30球団のうち27球団がこっちに来い。そうだった。バッターを三振に取ったその裏でホームラン打つ。ショータイムの始まりだ。WBC に向かうんですよ。一番覚えてる。ショーヘイが大谷行けー、大谷が来ます。あと一人やってきたのがマイク・トラウトなんです。大谷、全員が言ってる中で行きました。大谷翔平、人生をかけた一球。どうなる？トラウトはマイク・トラウト、マイク・トラウト。